レイトン教授と超文明 A の遺産はこれまでのあらすじ。謎を解き明かしたレイトンたちの前に、神々の壁は世界地図としての姿を現し、5つの場所を目指すようにと告げる。突然の世界旅行に誘われたレイトンたちは、ロンドンで長旅の支度を整えるために、ひとまずボストニア号へ向かうのだった。というようなね、感じでしたね。ではでは、じゃあ、ボストニア号に向かいましょう。お帰りなさいませ、レイトン様。ご無事のようで何よりでございます。早く飛び出しましょう。うろついてますよ、タージェントの連中が。お嬢様、お怪我はございませんでしたか？お嬢様。まあ、お嬢様っていうのも変な感じだよね。我々のこの場にいるね、誰よりも年上なんですけど、この人は。彼女も私たちも無事ですよ。ありがとうございます、レイモンドさん。それはよろしゅうございました。だってこのアーリアさんさ、120万飛んで、何歳とかだろうね。もうどっかの閣下みたいな感じの年齢ですよ。私どももゴハンベールを離れるべきでしょう。先にサーハイマン博士が帰ってきているはずですが。あ、まだ戻ってない、もしかして。旦那様は機関部の調整に向かっておられます。おや、ちょうどお戻りになったようですな。私も出発の準備をいたしましょう。戻りましたか。雲行きが怪しいわ。雨が降ってくるかも。曇り空と霧が相まって切なさを感じさせるね。霧がかった景色を見ると僕の暮らしていた街を思い出しちゃいます。あー、ルークの故郷ですよね。魔人の笛の舞台になった。とにかくご無事で何よりでございます。そしたらじゃあ話すか。レイトン君、完璧なタイミングだな。ええ、この通り、彼女を無事に保護することができました。ボストニアス号の修理もちょうど今完了したところだ。タージェントの船は未だ動けない状況にあるようだ。お、じゃあちょうどいいですね。奴らを撒くには絶好のチャンスと言える。では一度ロンドンに戻るのですね。ああ、これから未知の土地を訪れるのだ。下調べもなしに向かうのは危険だろう。それにタージェントの襲撃に備えて物資を買い集めておく必要がある。詳しい話は離陸してからにしよう。レイモンド、船を出してくれ。これでこのままタージェントと離れられれば、奴らも追いかけてこれないよね。世界中を探し回ることになっちゃうからね、奴らからしたら。まあ、アーリアさんに発信機でもつけてるは別ですけど。あ、ここで、じゃあ、第2章は終わりですね。第3章、ロンドンの休日。今回のさ、いやさ、世界中本当に回るね。数日後。ロンドン、スコットランドヤード、地下資料室。スコットランドヤードも動き出しますか？あ、ウロスキーさん。デルモント捜査官、急に呼び出しとはどうなさいましたか？実はお前にある任務を任せたくてな。タージェントという組織を知っているか？タージェント、いえ聞いたことはありませんな。奴らは各地で犯罪を繰り返す。あのブルーマイルさん、ブルーマイル捜査官もそうでしたからね。手段を選ばない危険な武装組織だ。様々な犯罪に関わっているのは確かだが、その目的や全貌は未だ明らかになっていない。お前にはタージェントの犯罪の証拠を掴んでほしいのだ。と言いますと？奴らの名が表へ出ないのは、政府や報道関係、警察内部に至るまで内通者がいるからだと私は考えている。この人もね、内通者の可能性は十分にありますが。なんとそれほどまでに巨大な組織とは。署内にも内通者がいるかもしれん。絶対に他の人間は信用するな。ここでね、私自身もな、みたいな言えば、この人ちょっと信用性上がるんだけど。命の保証すらできん危険な任務だが、奴らを野放しにしておくわけにはいかん。グロースキー、やってくれるか。
いや、この人がタージェントだとして、なんでグロスキーさんにそういう任務を任せるのかもよくわかんないけどね。まあ、グロスキーさんを泳がせることによって撹乱できるみたいな。ロンドンの平和を守ることは自分の務めであり願いでもあります。そのためならば喜んで協力しましょう。上層部は奴らとの癒着で腐敗しきっている。くれぐれも気を抜くなよ。お任せください。たとえ誰を敵に回すことになろうとも、必ずや悪党どもを逮捕してみせます。それでは早速調査に行ってまいります。どうなんでしょうね、この人も頑張ってくれたまえ。いやー、この人タージェントでしょう、どう考えても。ただあなたはグロスキーさんにそれを任せてしまった。あの人は暴れ回りますよ。当日良くも悪くも暴れ回ってくれるような気がしますよね。ロンドングレッセンヘラカレッジ、レイトンの研究室。休校の手続きを済ませてきたよ。これでようやく旅の支度に移れるね。教授が申請をしている間にリストを作っておきました。あとはみんなで買い出しに行くだけです。ありがとうレミ。しかしその前に私たちがやるべきことをおさらいしておこう。私たちがゴハンベールで見た神々の壁によると、アスラントの遺物が世界各地に散らばっているんですよね。その遺物、エッグを集めるために座標にあった5つの場所を回ります。そうですよね、ほんと世界中回ることになりますよね。ああ、そうすればアスラントの謎を解き明かすことができるはずだ。アスラント文明か。いやー、なんかすごいことになりそうですね、これからね。世界中を回るなんてがぜんやる気が出てきました。そうそう、戻ってきてからの調査で一つ分かったことがあるんだ。以前君たちに3つの遺跡について話したことがあっただろう。ああ、ミストハレリの癒しの園、なんだっけ、アンブロシアの調和の街で、最後無限回廊ですよね。癒しの園と調和の街、それに無限回廊でしたね。そのアスラントの遺産を発見することが死者を目覚めさせる条件だったんだ。あ、そういうことだったんだ。なるほどね。それがあったからまずアーリアさんは目覚めることができたと。つまりアスラント人が現代に課した一つ目の試練だったと言える。アスラントは我々の文明が一定の水準を超えるのを待っていたのでしょうね。このような歴史的な発見に立ち会うことができて光栄ですよ。そういえば博士の書いた論文に、博士ってサーハイマンさん、教授、それに博士も話をするなら試着が終わってからにしないと、いつまで経っても出発できませんよ。そうですね、このままずっと話し込んでいたら夜になってしまう。用意しなきゃいけないものがたくさんあるんですからね。ああ、そうだったね、積もる話もあるけども、私はエッグのある場所についてもう少し下調べをしておこうと思う。君たちとは別行動をすることになるが、任せてください。博士の分の買い出しも済ませておきますよ。お願いします、アルタバさん。そんなにかしこまらないで、レミって呼んでください。しかし女性を気安く呼ぶのは紳士として気が引けるな。レイトンさん、早々にレミって呼び捨てにしましたけども、そんなこと関係ありませんよ。私たちはこれから一緒に旅をする仲間じゃないですか。ではレミ君、すまないが私は先に行くよ。買い物が終わったら船に来てくれたまえ。そうですね、サーハイマンさんともだいぶこう仲を深めてきたような感じはするけども、あの人はやっぱしデスコールですからね。旅をするんだったら何が必要かな。ご飯におやつに食後のデザート、食べ物ばっかり。それに紅茶とスコーンも必要ですよね。あ、クマちゃんも持っていかないと。欠かせない欠かせない、必要なものがたくさんあるのですね。もちろん世界中を旅するんだったらしっかり準備していかないとね。買い物に行くなら大通りかな。あそこなら何でも買えるだろうし。大通り、まずアリアさんにはこの街案内しないとね。ロンドンに戻ってきた時は街を見るどころではなかったからね。買い物ついでに街を案内するとしよう。わかりました。あ、みんなのエピソード、とっても生っぽいがリストに追加された。絶対魚っぽいさんじゃないか、間違いなく。
ではまずそれを。とっても生っぽい。穏やかな人々が暮らすコハンベール。あ、コハンベールの話って感じかな、これは。その平和な日常を切り取った心温まるエピソード。魚っぽいさんを中心とした話になりそうですが。今日はこれとこれ、それからこれも持っていくといい。これはまた随分取れたね。そんなにおまけしてもらってもいいのかい？カモマンサ持っていけ。今日は珍しい魚も取れたし、一人で食べるのなら小魚で十分だ。クユカさんが魚を取って、それをウオポイさんに渡して、それじゃお代は渡したよ。早く市場に帰って店に並べるっぽい。それをウオポイさんが売ると。ウオポイさんくださいな。なるほど。リジーさんが買っていって、ウオッポっぽい。今日も新鮮な魚があるっぽい。今日は店に出すムニエルの魚を買いに来たの。白身の、新鮮なお魚はあるかしら。大丈夫かなこの魚。やばい魚とかじゃないんですかね。それがどん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 こう人の手に渡っていって、それならこれがおすすめだよ。まあでも日常の風景だからな。別にそんなやばい話じゃないのか。尾ひれまで綺麗で、これなら美味しいムニエルができるわ。早いところメニューを書いてお店を開かなくっちゃね。どんどん人の手に渡って、いつ食べてもリジーの料理は最高だな。特にこのムニエル、身がしっかりしていて味付けも絶妙でカリカリしていて絶品だ。ふふふ、ありがとう。今日は美味しそうな魚がいっぱいで、つい大量に仕入れちゃったのよね。湖の恵みに感謝よ。そんなわけだから今日はデザートもサービスするわね。特製のお魚を使ったデザートなの。まさか魚ジュース。魚ジュース、残念。今日は魚ジュースに一手間加えて、魚ジュースに甘味ムースに魚ジュースの甘味ムースにしてみたわ。生臭いところに甘いのが。あー、まあその魚ジュースだけで終わってたら結構絶望的でしたけど、甘味ムースがこうまだ救いなのかな。なんだって。さあ美味しく召し上がれ。魚ジュースは確かにヤバそうだな。いつにも増して強烈だった。おほほほ、どうしましたのおじさま。もう全員集合してますね。顔色がとっても悪くってよ。ああ、ソニアちゃんか。実は喫茶店のリジーが。うげ、聞くだけで気持ち悪い。魚ジュース。あの変な発想さえなければ、リジーちゃんの料理は最高なのにな。きっと一人前のレディになるためには、ああいう突飛な発想も必要なんですわ。元気出してね、おじさま。心温まるエピソードでしたね、非常に。コインいっぱいありそうだよな。いっぱいありそうだ、コイン。今鏡に映ってるのは先生の一番弟子ですね。なんかこれなんかよくあるネタですよね。レイトン教授作品の中で、この鏡に映ってるのは教授の助手第一号です。てかあれだな、第二シリーズに入ってからの定番って感じが。鏡に映り込んでるのは英国紳士のようだね。この作業机を見ると考古学者って感じが伝わってきますね。出土品の泥を落としたり、欠片をつなぎ合わせたり、手間がかかるんだよ。うわ、破片がいっぱい、片付けないんですか。いや、これはこのままにしておくのがいいんだよね。ランドさんとかもなんか好きそうですよね、こういう感じ。壁のメモの数を見れば、教授がどれだけ忙しいかすぐにわかります。大学教授としての案件を忘れないようにする教授メモさ。すごく古そうなメモも貼ってありますけど、これ忘れてませんか？そんなわけがないでしょ、ルーク。忘れるなんてね。レイトさんに限り、あ、謎だ。ガラス戸の棚に入れられて大事にしまわれてますね。ちょっと触ってみたいな。ふふふ、ルーク。教授の助手として私が直々にその資格があるか、確かめてあげる。
ルークを試すと。しかもレミさんが泥まみれの出土品。考古学教授が巨大な出土品を発見し、新聞記者や見物人が大学のキャンパスに詰めかけて大騒ぎになっている。早速こびりついた泥や土を洗い流し、全体像を確認しようとしたのだけれど、ホースから水が出てこない。はぁ、あ、壊れてんのかな。蛇口は開いてるのになぜなんだろう。水を出すのに、出すのを誰かに手伝ってもらおうと思うんだが、誰に頼めばいいかな。おぉ。あー、なるほど、ぐるぐる回って。なるほど、出てこない、なぜだろうなと。こっから繋がってて、おー、ぐるっと回って、女の子の股の下を通って、あ、なんかペンチがなんか乗っかってますけどね。で、ん？このさ、白衣みたいなの着たさ、おっさんが踏んでんじゃねえの？そっから先またぐるっと来て、そうですよね。で、出てきてないわけですから。この人が踏んでるから、バッチリ踏んでるな、こう見たら。犯人はあんただ。僕に任せてください。よーし。これくらい、簡単ですよ。思いっきり踏んでたもんね。正解、答えは B の人。ホースを足で踏んでいただけだったみたいだね。泥も洗い流されてすっきりと思ったら、おや？出土品じゃない。どういうこと？ピカピカ光ってますね。あのおっさん、あの教授の自画像みたいな、自画像てか銅像。あ、なるほどね。なんかちょっと照れてる感じでしたもんね。いや、わしでしたみたいな。正解ね。教授に頼んだら触らせてもらえるわよ。レミさんでは僕はこんな失敗するほどおっちょこちょいじゃありませんよ。あ、こだわりの愛車、おなじみのあの車ですね。こんなもんかな。すごい、ちゃんと一個一個見れますね。まあもうないか。あとは特に反応なし。ヌー、待っている悪の組織め、俺が逮捕してやる。グロスキーさんも頑張ってんね。絶対に探し出してやるぞ。今のってグロスキー警部じゃないですか。まあ、なんだかんだでグロスキーさんも、いい感じに働いてくれますもんね。声をかける前に行ってしまったね。急いでいたようだが、捜査中なのかな。そうかもしれませんね。もっとも、教授の手助けもなしに犯人を捕まえられるとも思えませんけど。まあ、到底無理でしょうね。誰がターゼンとかもわかんねえだろうし。はは、私は大したことはしてないよ。そんなこと言って、警部の手柄の半分は教授の手助けによるものだってことをちゃんと知ってるんですからね。誰が見てもわかるでしょう。ただ、まあ確かにグロースキーさんも多分すごいんだと思うんですよ。その、結局、なんやかんやでいいところに登場してくれるっていう。で、あら？あそこにいるのってデルモナ学長ですよ。教授、長旅に出かける前に挨拶していきませんか？そうだね、せっかくだから一言声をかけていくことにしよう。そうですね、学長にはやっぱ挨拶しといた方がいいですよね。おお、レイトン君じゃないか。どうしたのかね。
こんにちは、デルモネ学長。しばらく休校にしてもらうことになったので、お伝えしておこうかと思って。また調査に行くのかね。気をつけたまえよ。ありがとうございます。それなら出発する前にこの謎を解いてくれないかね。どうされでしょう、また孫娘から。孫娘が謎を持ってきてくれたのだがね。どうにも私には解けないのだよ。てか、この BGM のアレンジですね。この孫娘さん、なんか将来的に出てくんじゃねえのかな。いや、それは困りましたね。そう、とても困っているのだ。おじいちゃんとしての尊敬を保つためにも、なんとか頼むよ。なんか名前が登場しすぎてるからさ、なんかさ、なんか出てきてもおかしくねえんだけどな。わかりました、やってみましょう。毎回毎回レイトンさんが解いてあげてるからな。その孫娘からの課題。フルーツケーキ屋で働く見習い6人。A はイチゴ、B はリンゴ、C はバナナ、D はスターフルーツ、E はブドウ、そして F はメロンを担当している。毎日皮を剥いたり、果物を切ったりで休む間もない。ある日誰かが、今日も一日長く切ったな、おかげで S だらけだよ、と自慢していたのだが、おかげで S だらけだよ、と自慢していたのだが、これを言ったのは誰だろう。 S か。あ、剥いた後がそういう文字になってるってことって考えたら、まあよくあるのはリンゴとかですかね。リンゴって誰だっけ。B か。じゃあ B なんじゃないかな。なんかすごい単純な謎ですね。あ、まあ剥き方的にもこれはリンゴぐらいしかないもんね。 B だな。さあ、どうですか、おじいちゃん。あ、いや、デルモネ学長、これで面白い謎だったね。これで納得していただけましたか。正解、 B のリンゴを剥いてる人、切らずに剥いた皮が、S の形をしていたんだね。 S っぽい感じでしょうね。おお、そうだったのか。ありがとう、レイトン君、助かったよ。お役に立ててよかったです。きっと孫娘も喜んでくれることだろう。調査は大変だろうと思うが、気をつけるんだよ。さあ、バスに乗って大通りへ向かおう。バス？そうだよね、それもわかんないよね。そっか、アリアはバスを知らないんだね。そのさ、でもアスラント文明の人たちってかなりこう進んだなんていうかね、文明だったじゃないですか。だからどうやって移動したんでしょうね。なんか空中に浮遊してそう。なんかもはやバスとかそういうレベルじゃないのか。空飛んでたのかな。ロンドン移動するのに便利なんだよ。なんでみんな空を飛んで移動しないんですかみたいな。それでは乗り方を説明するよ。簡単だからすぐに覚えられるはずだ。まずは下画面のマーカーを直接タッチするか、あそこに見えるバス停を調べてみるんだ。俺の知ってるバス停の使い方と違うね、実際の。レイトンの世界ならではの。それからこの画面で行きたい場所を選ぶだけだからね。タッチ式だよ。アリア、タッチすればいいんだ。調べて行きたい場所にタッチ。わかりました。早速バスに乗りましょう。てか、この BGM いいな。では、いつも通り学生さんが講義を受けていますね。教授が講義をするときは、たくさんの学生たちで行動が埋まりますよね。旅から帰ってきたら歩行を開かなくてはね。まあ、人気だよな、そりゃ、レイトンさん。では、さあ、バスに乗ろう。目的地をタッチするんだ。いや、てか BGM が噛みすぎないか。お客さん、忘
これがロンドンの街だよ。これがこの世界。マーリアからしたら新鮮だよね。たくさんの人。どう？気に入った？ここが大通りさ。あっちは洋服屋さんで、こっちは、楽器店。通りをもっと進んだら紅茶の喫茶店、紅茶の専門店やカフェなんかもあるんだよ。いろいろあるんですね。うん、ここに来れば大抵のものは買えるんだ。それからあっちにあるのがね、一度にそんな覚えられないよ、ルー君。あ、どうしたの？向こうに何か。あ、お母さんがいる。お母さん？ルークのお母さんって、あの魔人の笛の時にね、ちょっと登場してましたよね。買い物する前に僕のお母さん紹介するよ。この感じは、あ、なんかどっか行きましたね。これアリアどっか行っちゃったんじゃない？この人って名前なんだっけ？お母さん、あ、こんな感じの人だったような気もする。ブレンダさん、ルーク、それにレイトンまでこんなところで会うなんて奇遇ね。もしかして今日の講義もお休みなの？母、今は調査中でね、しばらく休校にしてもらってるんだよ。そうだったの？また大変な謎を追ってるみたいね。それなのにルークの面倒まで見させちゃって。お母さん目線だね。構わないさ、私も助かっているからね。お母さんはこんなところで何をしているの？クラークの代わりに図書館へ調べ物に行くのよ。クラークさんはね、お元気ですか？だけど待っているバスがなかなか来ないの。あまりに暇だったからこんな謎を思いついちゃったわ。あなたもやっぱそういう感じの人なんですね。謎24、待ち合わせの謎。バス停にいる4人に連絡して、あるバス停で待ち合わせをしたんだ。みんなの話から集合場所を割り出してほしい。これは、これは難しいんじゃねえのか？ええ、最短経路で2回乗り換えだ。B、 私は集合場所まで、あ、でも誰が何言ってるかっていうのは確定してんのか。私は集合場所まで直通ね。あ、 B は直通なんだ。ってことは、このうちのどれかだよね。これのうちのどれかと。で、 A は最短経路で2回乗り換え。最短経路で2回乗り換えか。まあ見た感じだと、まあここが最有力かな、今のところな。C、 2つ目のバスで乗り換えて、さらに二つ目で降りるみたいね。二つ目のバス停で乗り換えて二つ目で乗り、降りるってなったら、1、2。ああ、まあ成り立ちますね。で、D、集合場所まで停車回数が同じ、二通りの行き方があるよ。あ、こうか、こうだから、じゃあここだ。完全に。見つけたぜ。特定したぜ。私の鳴る時を見せよう。まだまだ物足りないね。これでこの人たちに合流できるわ、俺も。よし、みんな揃ったね。って、そんな格好でどこに行くつもりなの？おかしいでしょ、一番左。一番右もおかしかったか。あ、ブレンダさんのオーダーも、お母さんのオーダーもできるぞ、ルーク。さすがはレイトンね。ルーク、レイトンに迷惑をかけないようにするのよ。レイトンがいるから大丈夫だと思うけど、危ないところには行かないでね。今更ですよ。
だいぶ行きましたよ、もうすでに危ないところ。どんな危険なことがあっても大丈夫だよ。だって僕は先生の弟子だからね。もう調子がいいんだから。そうだ、お母さんにも僕の新しい友達を紹介するよ。スノーラの町で出会ったアーリアだよ。アーリア、こっちは僕のお母さんって、あれ、あ、やっぱいなくなってるよね。先生大変です、アーリアがいなくなっちゃいました。いつの間にどこへ行ってしまったのかな。もしかしてアーリアちゃんって少し変わった格好の女の子のことかしら。あ、それです。やっぱ目立つんですね。お母さん見かけたの。その子なら博物館の方に一人で歩いて行ったけど。博物館か、なんかこうね、異物が眠ってるんでしょうね、そこに。まあ博物館だからね。ルークのお友達だったのね。博物館に行っただと。彼女ロンドンは初めてなんでしょ。迷子になる前に追いかけてあげなさい。先生早く追いかけましょう。お母さんならそうだね、それじゃあ失礼するよ、ブレンダ。こっちもバスが来たみたい。お友達と合流できるといいわね。うん、またね。ルーク久々に会ったんじゃないか、お母さんと。てかあれか、今ロンドンに住んでんだっけ、ブレンダさんとかクラークさんとか。だからまあそっか、別にルークはこっちに一人で住んでるわけじゃないもんね。まあ毎日会ってるか、それはお母さんと。このお店で売ってる服はセンスがいいんですよ。今の服は好きだけど新しい服も欲しいな。そしたらちょっとイメージ変わっちゃうから。ダメだよルーク、イメージは大事だからね。そしたら追いかけましょうか。あれはグロスキーさんも来た。なかなか素早い奴らだ。いい運動になりそうだぜ。こんにちはグロスキー警部。誰を追ってるんですか、誰が逃げてるって言うんですか。なんだレイトンじゃないか、いつの間にロンドンに帰ってたんだ。数日前に戻ってきたばかりですよ。ずいぶん走り回ってるようですが何かあったのですか。実はな、手違いお前に構ってる場合ではないのだ。あばよ。まあ楽しそうで何より。事件の捜査でしょうか。その可能性は高そうだが、何の事件を追ってるのかな。次に会ったら聞いてみましょう。どうせ会うでしょうし。あ、先生入り口を見てください。いたいた。いや、それよりこっち気になるんだけども、これパントマイマーか、これは。パントマイムの人か。すぐ寝るわ、ダメだ。お、なんかいろいろ。博物館内に光を取り込む大きな窓が見えるよ。窓がたくさんあるから太陽が出ている間はずっと明るいんですね。私が見た映画によると怪盗はこういう窓から侵入したがるようです。イメージ、そういうイメージですね。博物館の展示物ってあまり変わらないのに何度も来ちゃいます。この博物館は大きいから、たとえ一日いたとしても全く飽きませんね。歴史を感じられますよね。昔はクラークたちとここに通ったものだよ。でアリアさんは何を目当てにここへ。探したよアーリア。レイトン先生、よかった無事みたいね。急にいなくなったら心配するじゃない。ごめんなさい、またなんか惹かれるものがあったんですか、ここに導かれるものが。次からは一人でいなくなっちゃダメだよ。わかりました。この建物は何ですか。ここは博物館だよ。中に興味があるのかい。懐かしい気配を少しだけ感じたんです。それってアスラントのものが博物館の中にあるってこと。おそらくそういうことでしょう。なるほど、ここには様々な異物が寄贈されてくるからね。その中にアスラントのものがあったんだろう。入って確認してみようか。はい、
でも教授、入り口の前に警察の人がいますよ。何かあったんでしょうか。ああ、この人もまたなんか別件で。申し訳ありませんが、博物館は封鎖中でございます。封鎖中、中で何かあったのかな。残念だが今は入れないようだね。なぜ。変わった格好のお嬢さんですね。ロンドンへは旅行でいらしたのですか。それは私のことですか。これは失礼。あ、これは失敬。女性のファッションについてはとにかく言うのはマナー違反ですな。そうだね、変わったっていうのはちょっと失礼ですよ。何のご用件でしょうか。どうして中に入れないのですか。封鎖の理由ですか。教えてもよろしいのですが、別件でもう一つの事件を抱えていて困っているのですよ。それを解かないと、その事件にご協力いただけるなら理由をお教えいたしますよ。よかろう。よかろうもん。回答からの予告状。回答ポパンから、回答ポパンルパンじゃなくて回答ポパンから予告状が届いた。今夜港の1から60番までの倉庫から一つを選び、その中にあるお宝をいただく。私が狙うのは0、1、2、4、7、15、31の数から、足し算だけで作ることができない数の倉庫だ。あー、なるほどね。まあ、逆に言えば足し算だけで作ることができる場所は、こいつが標的にしてる場所ではない。ただし足し算するときに同じ数を使ってはいけない。どの倉庫を警備すればいいだろうか。これはもう片っ端からやっていくしかないかな。そうだね。1あるでしょ ?2 あるでしょ ?3 ある。4。5もある。6いける。7。8。9。10いけるし、あー、こんなやり方でいいのかな。まあ、いいか。11いける、12いける、13いけるし、14いけるし、15はそもそもあるから15、16。いやでもちょっと待ってよ。あの左のさ、0、1、2、4、7だけで15って作れないから、作れないですよね。同じ数使っちゃいけないからってなると、必然的にさ、必然的に30って作れないですよね。だって15足す、その0、1、2、4、7で、30が作れてない限り、30っていうか15が作れてない限り、15足す15ができないから、多分そういうことだと思いますけどね。30。解き明かしてみせよう。よし、ですよね。そうだそうだ。楽しい時間だったよ。01247で15作れないから、30番の倉庫だ。01241531の数を足し算だけで組み合わせた時に、1から29、31から60までの数を作ることができるね。そうですね。でも30だけは最初から条件にないと作ることができないんだ。これで教えてもらえますかね。
をこれで未然に防ぐことができそうです。ご協力感謝いたします。まあこれ怪盗ポパンがちょっと教えすぎですね、あれね。あそこで教えちゃったらもう完全に守れちゃうから。そうそう、封鎖の理由でしたね。約束通りお話しいたしますよ。実はこの博物館内で盗難事件が起こってしまいましてね。それポパン関係あるのか。現在はその捜査中なので、こうして一般人の立ち入りを禁止させてもらってるわけです。捜査が終わり次第入館できるようになりますよ。そうですか、ありがとうございます。じゃあとりあえずまあ入れないのか。グロスキー警部が走り回っていたのってこの事件のせいかもしれませんね。いや、あの人はまた別件でしょう。物を盗む、この世界にはそういう人もいるのですね。そういうね、悪い人もいるんですよ。とても残念なことだけれどね。さあ事件のことは警察に任せて、私たちは旅の支度を続けようか。そうだ教授、荷物が多くなる前に洋服店に寄っても構いませんか。構わないよ。何か買いたいものがあるのかい。アーリアの服ですよ。今の格好のままだと目立ってしまいますからね。なるほどね。タージェントの目をくらますためにも普通の服を買ってあげましょう。私？でも確かにそうだね。さっき大通りで可愛い服を売っているお店があったんです。そこに行きましょう。ああ、そこかな。じゃあアーリアさんのファッションをねコーディネートしに行きましょうか。